えっとね、6回目ですね。はい。えっとね、あの、一般論としてね、考えるときには、こう、清潔で、あの、安全にね、なってるというふうに思いますね。でも、あの、それはあくまでも一般論で、あの、僕の気持ちは、あんまり変わってないというかね、やっぱりあの、僕の中に、ニューヨークのこう、匂いっていうのがね、もう、強く染み付いてありますので、その匂いがこう、今でもずっとこう、街からこう、 漂ってくると言いますかねそういう感じであんまりそういう意味では変わってないですね僕の感覚でははいいやもちろんそれはあのいろいろまあいろんな意味で変わってますけどなんか僕の中のニューヨークがあんまり変わらないのでだから僕の目はそういうふうに見ちゃうとこあって、えー、そういう意味ではあんまり変わってないっていうね、うん、なんかこうまあある意味6回ぐらいしか来てないけど ととても懐かしい、ね、こういいニューーヨクの匂がするという、うん、そうでするううそやっぱりあの横須賀はあの例えばあのアメリカのねベースの街ですけどもでもあそこはやっぱりほとんど日本人の匂いが逆にね逆にこう濃厚にある場所ですねそういう意味ではやっぱりはっきり違いますよね、えー、やっぱりあの僕はねあの昭和20年ちょうど終戦ですね 中戦の時に小学校上がってるんであのそれ以降の昭和20年代っていうのはほとんど僕のこう少年期からという時期ですからだからその時期にあの入ってくるそのアメリカさまざまな形のアメリカっていうのがねやっぱり僕のこう,、うん、こう記憶のベースみたいになってるとこありますのでそういう感じですよねはい。はい えっと、一番の、こう、基本的にはね、あの、当然東京です。で、今もちょうど撮ってて、あの、来年の春に、あの、写真集を作るんですけども、基本的にはやっぱり東京ですね。でも、あの、外国で、あの、やっぱり撮ってみたいとこっていうのはいくつかありまして、あの、例えばメキシコシティ、それから、あの、まあ、ハバナとかね、それと、あと、モンテビデオ、 なんかあのこう人間がこう雑然とねこう混成しているようなそういうと都市が好きなんで、うん、あとあの今あの撮影を一応頼まれてちょっと伸ばしてるんですけども、うん、あのシリーのパレルモシリですね、ええ、あそこもいずれ撮りに行くかなと思ってます。 僕はね、なぜかねこれだけこう人間がごたごたいる街が好きなのにあんまりインドってねそれほど強い興味がないんですよです不思議なんですけど自分でもまあ行くとねきっと、まあ、それはもうエキサイティングなね、あのー、とこだと思いますけどなんかもう一つね自分の気持ちがそっち行かない、うん、自分では分かんないんですけどね中国はまだ僕上海を取ったぐらいで、うん、はい 上海とか、まあ、台湾の台北とか、ねうん、は撮ってますけど、うん、まだ中国いいいくらもっったというほど撮ってないですねウィリアム・クラインは、ね、僕が写真を始めた一番最初の頃にとても影響を受けた,、ま、たあのリスペクトしている写真家なので、ねまあ、そのクラインと一緒に、ね、できるというのは僕にとってはとても,もうその写真をずっとやってきてよかったという,、ね、こう気持ちはありますよね。それで あのまああのキュレーターの方はあの僕の初期のね70年代60年代70年代の作品を中心にというふうにまあ基本的に考えてらっしゃると思うんですけど僕としてはもうちょっとこうもう少し全体の時間をね僕の写真で見てもらいたいで基本的にはやっぱりあの例えばニューあのクラインがねかつて僕にこう インパクトを与えたニューヨークってのはありますから。やっぱり僕はその東京のね。こう東京を見せたいというふうにね。まあ、基本的には考えてます。ね